南風風牧野新日え坂口安保私は南の太陽を求めてキーの旅に出たのです友達の家の裏手の丘から熊野灘が何よりもいい眺めでしたこの辺りは海外へ出稼ぎに行く風習がありますそれゆえ変哲もない漁村の路端で 人々は香りの高いコーヒーをすすり時にはヤシの実の菓子皿からカリフォルニアの果物をつまみ上げたりするのです友達のうちに旅装を解いて浴室を出ようとすると夕日を浴びた廊下の隅から私のほうを見つめている女の鋭い視線を見ました私の好きな可わらしい魔物の目でした密林の虎の姿勢を思わせて しびれるようなノスタルジーに弱すので、そのような目を持つ人を、私はいつも胸に包んでいるのでした。友達の顔を見ると、私はさっそく、今見た話を伝えました。俺のうちには、ばあやと子供の女中のほかに、女はいないよ。友達は退屈しきった顔つきで、語るのも物うそをに背伸びをしました。君の見たのは、仏像だよ。 会いたけりゃ、食事の後で案内するが、私は思わず笑い出してしまっていました。仏像かね、俺はまた、虎かと思った。しかし友達は、私の浮いた心持ちにはとり合わず、にこりともせず、夕日を見つめているのでした。食事の後、友達は、手職をともして現れました。 物置には明かりがないのだ渡り廊下を通るとき海火事がよいにほてった私の顔を叩いていました仏像は物置の奥手に埃の一杯積もった長持ちに持たれるようにして立っていました木彫りの地蔵でした私はかつてこのような地蔵を鎌倉の国宝館と京都の博物館でのみ見た覚えがあります これもおそらく鎌倉時代の策でしょう。なんとまた女性的なむしろ現実の女体にはおそらく決してあり得べくもない情感と秘密に富んだ死体でしょうか現実の気楽を禁じられた人々の脳裏には妄想の翼によって妄想のみが達し得る特殊な現実が宿りますその現実を夢と呼ぶ人もあるのでした そそしてそれらら、のの人々にに宿ったた現実に比べたなら地上の気楽はなんとまた貧しく、秘密なく、甘つさえ厳別に富むものでありましょうか。ひたすら妄想に身を焼き焦がした人々が、やがてこれらの仏像のように、くめどもつきぬ気楽と秘密を焚き込めた微妙な肉体を作り出すこともできるのでした。老齢なお盲年の衰えを知らず、殺気を込めてのみを振るう老僧を思い浮かべずにいられません。 私は薄暗いて食の明かりに照らし出された木造の胸や腰や腕や首のあまりにも生々しいみずみずしさに幾分不気味な重苦しさを覚えていました。やがてあたりの事情に反し仏像のみに積もる誇りのないことを見て君は毎日これを眺めにここへ来るのか私は彼に尋ねました。 つい先頃まで書斎に置いたものなのだ彼は私の疑惑を察して答えるのです散歩に出たり空気銃を撃ったりガラスを壊したりほっとくと勝手ないたずらをするのでねそして彼は初めていくらか打ち解けた笑い顔を見せたのですしかし私は彼が幾分私の目から隠すようにしていたところに木造の火腹のあたりに 確か刃物でえぐったようなまだ生々しい傷跡を認めていました傷口からひばらのあたりに丸くにじんだちのりの跡を確かこの目に認めたように思われたのですさあでようよとその時、友達が言っていました翌日、私は一人海辺み散歩に出ました 浜で偶然言葉を交わした漁師の小舟でやがて私は海へ白くが落ちかけるまでぐじを釣っていたのです赤々と沈む夕日を見ると私は可愛い魔まもの視線をよみがえらせていたのでした君はあの家の仏像を知っているのかね私は漁師に尋ねました仏像と漁師はやがて笑い出していたのですなるほど あれは仏像だあの愛の子のててなし娘は白地で推しでつんぼだよそして私は漁師から友達の妻が白地で推しであることを知らされていました献血児の実が持つような光沢の深い茜色をした美しい娘であったそうです友達は自ら激しくこん棒してやがて妻としたのだそうですおやおや トラでもなくて白痴だったか。けれども私はぼんやりと自然に海を眺めていました釣り上げたぐじをされて私は家へ帰りました一日の潮風を洗い流して浴室を出るとき私は廊下の隅の方を見たのですがもはや夜も落ちていたし誰の視線もなかったのですあの傷口にあった血は 私は眠りに落ちるとき、独り言を言っていました。やっぱり本当の血だったな。気の迷いではなかったのだ。あの仏像を書斎へ置いたら、白地の妻ではないにしても、おそらく嫉妬を抱かずにいられないのが死闘なのでした。白地の妻が、ついに、刃物をふるったのでしょう。自らの手が傷ついて、父子が仏像の傷口を染めたのでしょう。 けれども白地の嫉妬よりも私はふと思い思いに沈んでいましたあの男の憧れが現実の美女たちよりも白地の女を求めさせてしまったように結局白地の女よりも怪しい快楽の数々に富んだあの木造がい層そ彼の心を乱していたかもしれない私は苦しくなるのでした白地の女の憎しみが あまり生々しく私の胸すら刺したからに他なりません。そして私はなお一層の生々しさで仏像の秘密の深い肉体を思いうねうねと絡みついてくるようなムチに似たその弾力の苦しさに驚かずにはいられぬのでした木造のみずみずしい火腹の膨らみに丸くに陣立ちのりは他でもないやっぱりあの快楽の深い肉の中から独々と流れ出てきた血潮なのでした。 とにかく、私はすでに眠りの中で決意を固めていたのです。あの人々の静かな生活を乱さぬために、私は明日出発しよう。そして翌日、友達が、孤独に疲れた人のみの持つ静かさで、しきりに止める言葉も聞かず、私は出発していたのです。そして私は、浜の面の沢ぐ海辺の道を、 できるだけ太陽を振り仰ぎながら歩いていました。